皆さんこんにちは。本日は鳥羽城をご紹介します。鳥羽城は現在の三重県鳥羽市にあります。昔の島の国です。鳥羽城は島の国を代表する城と言えるかと思います。立派な石垣があります。今でも城に登ると伊勢湾三河湾など絶景を楽しむことができます。アクセスとしては JR 鳥羽駅や近鉄中野郷駅から近いため 公共交通機関がおすすめです駐車場もありましたので車やバイクでも行けますまた神宮からも比較的近いため伊勢に行かれる方はお越しいただければと思います特に内宮の別宮である伊沢宮や滝原宮に行く場合は通り道になるかと思います戸場城は想像以上に石垣が残されており海沿いの立派な石垣の城を楽しむことができます 本丸に登ると伊勢の島々と海を見渡すことができ非常に美しい景色を堪能することができます。個人的に最近は関東の土の山城ばかり見ていたので海沿いの石垣の城は新鮮で感動しました。鳥羽城は島の国を平定した久喜義隆が天正14年西暦1586年に築城を開始しました。三方を海に囲まれた妖怪の地に 大阪城築城用の石材の一部で石垣を築きました最終的には8年後の文禄3年に完成したと言われています城の完成から6年後の慶長5年西暦1600年の関ヶ原合戦で九木義高は西軍にこの森高は東軍に分かれました東軍の森高に鳥羽城攻撃の命が出ましたが義高は 以前ご紹介した田代城へ移ることで鳥羽城が破壊されることを防ぎました西軍が敗れたことを知ると吉高は東志島で切腹しました江戸時代の初め寛永9年、西暦1631年まで鳥羽城は久木杉軍の本拠でしたが森高の死後に相続問題が発生し二つの家に分断され両家とも鳥羽から離れた地に転保となりました その後は内藤氏など城主が変わっていき明治4年に廃城となりましたこれらの内容は鳥羽城の中にある城山公園の説明版に記載されています公園には英語の大きなモニュメントがあり城髪目の方は面食らうかもしれませんしかし公園はきれいに整備されており眺めも良いです石垣もありますので城山公園にもお越しくださいすぐ近くに神社もあります 鳥羽城で一番のおすすめの場所は本丸です。案内板がいくつかありますので、そちらに従えばたどり着けます。本丸からの眺めは絶景です。天守台は明治以降に作閉されており、移行はないですが、その分視界を遮るような建物はないため、広く鳥羽の街や海を眺めることができます。本丸は景色を楽しむだけでも良いのですが、鳥羽城に関する説明板がいくつかありますので、 本丸を隅々まで歩いていただければと思います本丸跡は平成23年から25年に発掘調査が行われ石垣や排水溝だけではなく大井戸も確認されていますまた発掘調査では本丸御殿の一部とみられている石の列が出土しております本丸御殿の遺構が残っている可能性があることが本丸に設置されている説明板に記されています なお現在の鳥羽城には旧鳥羽小学校の建物が残っています昭和4年に二の丸跡に建てられ平成20年まで利用されていました令和4年時点では学校として利用されていませんが校舎は残っていますなお本丸跡は運動場として使われていたようです本丸跡のすぐ近くにあり本丸から校舎を見下ろして確認することができます 私は夕暮れに行ったのですが、人気のない暗めの学校はやや不気味な雰囲気でした。夜に行くと恐ろしいですが、立ち入り禁止のため、入らないようにしていただければと思います。私も本丸から校舎を見るだけにとどめました。鳥羽城の南側から登場すると、旧鳥羽小学校の入り口手前に、鳥羽城跡と鳥羽小学校の説明板があり、鳥羽という地名や鳥羽城が、 錦城とも呼ばれれてていいる由来が記載されています興味深い内容ですので是非ご覧ください歴史好き城好きであれば鳥羽城の期待値は高いと思います久喜水軍を代表する城島の国の要衝である石垣の城鳥羽城は今でも石垣と美しい景色を残しており期待を裏切らないです周囲には神宮だけではなく島の国一宮の伊沢宮 伊沢神社もあります。ぜひお越しいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。